はいどうも、つまいなすです。大化の改新番外編ということで、闇文明史上最強と言っても過言ではない。あ、まあ過言だけど、最強の大型トリガーを紹介するぜ。それがこちら、激髄スパイナー。9コストの闇のマフィーギャングでパワーが2000。スーパーシールドトリガー。このクリーチャーがトリガーした時、それが最後のシールドからめくれていれば、下にある能力を一つ解決することができます。まず基本の能力が相手クリーチャー1体選んで、パワーマイナス3000を3回、これを繰り返す効果です。そして追加でスーパーシールドトリガーで発動した場合、このクリーチャーが出た時コスト4以下のクリーチャーを好きなだけ墓地から場に蘇生することができます。例えば悲嘆ガガガ速攻みたいなデッキだと、貯めたら貯めたで横の生き物全部死にますし、序盤から刻んだら刻んだでそもそもガガガを生かすための打点が死にます。ドギラゴンの場合でもモモキングレクセカツキングなど、ドギラゴンの場から出てきたスピードアタッカーに関しては漏れなく処理することができます。ことビートダウン対面においては最強のシールドトリガーというわけです。加えてクロックなどを採用するデッキであれば、スーパーシールドトリガーで踏ませることで確実に逆転できますし、闇の墓地利用デッキであれば一瞬で盤面に宇宙が広がります。最後にそんなスパイナーにまつわる自分が大型大会で無双した話をご紹介して終わりにしたいと思います。こちら自分がグランプリという大会で3位になった闇タンデスザークというデッキですが、デスザークの詳細についてはまだ紹介していないので割愛しますが、このデッキ、まあ、めちゃくちゃねプレイングが重要なデッキで、大半のコントロールデッキは正直素の基盤でなんとかなっちゃいました。ただたった一つ懸念点があるとするなら、それは悲嘆555速攻でした。こればかりはじゃんけんに勝つかトリガー踏ませるしかない。なんならね、じゃんけんに勝ってもトリガーなきゃ普通に引き殺されるし、そこで余った枠に採用したのがこのスパイナー。自分が勝ち上がるために必要なわずかな取りこぼしさえもこのカードが埋まっていたことで助けられた試合も多いです。こういうシールドトリガーでしかないシールドトリガーは思考停止で入れても腐りますが、明確な目的を持って弱点をカバーするために入れるのであれば、その効果を何倍にも発揮してくれるというお話でした。薬も入れすぎれば毒ですが、適量であれば命を救いますよね。用法用量を守ってシールドトリガーとはうまく付き合っていきましょう。まあ、基本的に同じカードで4枚入れておくといい感じになりますけど、やっぱり4枚もねいらないっていうデッキありますからね。先日の非光ドギラゴンノバのホーリー3頭みたいな、あの2か3かもうはたまたね0か1かみたいな、あの微調整をしてる時間が最高に楽しいんですよ。皆さんも過去に絶妙な枚数になったシールドトリガーあるんじゃないでしょうか。ぜひコメントで教えてください。ということで本日のカード解説は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。